それでは青年組優勝、葛西紀明選手優勝インタビューです。ナイスジャンプでした。やったぞ、帰ってきたぞ、帰ってきたぞという力強い言葉、興奮冷めやらぬ今の気持ち、まずは聞かせていただけますか。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。今日はあの娘の誕生日ということで、絶対優勝して帰ってくると言って約束してきたんで、優勝できて嬉しいです。今日は1本目から138メートル、そして2本目も137メートルとビッグジャンプ飛び出しましたが、日本のジャンプ振り返っていかがですか。今日はあの風もちょっと強めで、まあ当たれば、優勝できるんじゃないかなとそう信じてきてたので、日本ともいい風に当たりましたし、ビッグジャンプできてよかったと思います。今日も非常にハイレベルの戦いでしたけども、葛西選手のズバリストロングポイントはどんなところなんでしょうか。まあこういった条件でもコンスタントに飛べるようになってきたというのと、やっぱり長年の経験が生かしてされたんじゃないかなと思います。まあ、改めてこう勝利への思いというのは非常に強かったと思うんですけども、その勝ちに対するこだわりというのはいかがですか。いや、ここ数年なかなか勝てなくて、昨シーズンも3位、今シーズンも3位という成績だったんですけど、ずっと勝ちたいなと思ってなかなか勝てなくて、ちょっとなんか不安な気持ちもあったんですけど、今日は本当に一発勝ててよかったと思いますし、北京オリンピックこれからありますけど、その勢いに、みんなに勢いをつけられるようなジャンプができたと思いますし、僕も、そうですね、テレビ局の解説者として、北京に行って、みんなの熱い、応援をしたいなと思ってます。今日のジャンプを見てたくさんの人が本当にパワーをもらったと思います。ぜひ最後に会場の、そして全国のジャンプファンにレジェンドからメッセージをお願いします。はい、今シーズン、今年ですね、もうすぐ50歳になります。50歳でもまだ飛べるんだぞと、やれるんだぞというのを見せていきたいと思ってますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。青年組優勝、葛西選手でした。